エステルキ第三章。この出来事の後、アハシュエロス王は、アガグジンハメダタの子ハマンをおもんじ、彼を昇進させて、その席を彼と共にいるすべての首長たちの上に置いた。それで、王の門のところにいる王の家来たちは皆、ハマンに対して膝をかがめてひれ伏した。王が彼についてこのように命じたからである。 しかし、モルデカイは膝もかがめず、ひれ伏そうともしなかった。王の門のところにいる王の家来たちは、モルデカイに、あなたはなぜ王の命令に背くのか、と言った。彼らは毎日そう言ったが、モルデカイが耳を貸さなかったので、モルデカイのこの態度が続けられて良いものかどうかを見ようと、これをハマンに告げた。モルデカイは自分がユダヤ人であることを彼らに打ち明けていたからである。ハマンは、 モルデカイが自分に対して膝もかがめず、ひれ伏そうともしないのを見て、憤りに満たされた。ところがハマンは、モルデカイ一人に手を下すことだけで満足しなかった。彼らがモルデカイの民族のことをハマンに知らせていたからである。それでハマンは、アハシュエロスの王国中のすべてのユダヤ人、すなわちモルデカイの民族を根絶やしにしようとした。アハシュエロス王の第十二年の、 第一の月、すなわち二三の月に、一月とを決めるために、ハマンの前でプル、すなわち九字が投げられ、九字は第十二の月、すなわちアダルの月に当たった。ハマンはアハシュエロウに行った。あなたの王国のすべての州にいる諸民族の間に散らされて離れ離れになっている一つの民族がいます。彼らの法令はどの民族のものとも違っていて、 彼らは王の法令を守っていません。それで彼らをそのままにさせておくことは王のためになりません。もしも王様、よろしければ彼らを滅ぼすようにと書いてください。私はその仕事をする者たちに銀一万タラントをはかって渡します。そうしてそれを王の金庫に納めさせましょう。そこで王は自分の手から指輪を外して、アガグ人ハメダタの子でユダヤ人の敵であるハマンに、 それを渡した。そして王はハマンに言った。その銀はあなたに授けよう。またその民族もあなたの好きなようにしなさい。そこで第一の月の十三日に王の書記官が召集され、ハマンが王の大衆や各州を治めている総督や各民族の主張たちに命じたことが全部、各州にはその文字で、各民族にはその言葉で記された。それはアハシュエロスの名で書かれ、 王の指輪で因が押された。書簡は休止によって王のすべての州へ送られた。それには、第十二の月、すなわち、アダルの月の十三日の一日のうちに、若い者も、年寄りも、子供も女も、すべてのユダヤ人を根だやしにし、殺害し、滅ぼし、彼らの家財をかすめ奪えとあった。各州に法令として発布される文書の写しが、 この日の準備のためにすべての民族に公示された。九州は王の命令によって急いで出て行った。この法令はシュシャンの城でも発布された。この時王とハマンは酒を気向かわしていたが、シュシャンの町は混乱に陥った。